こんにちは。こんにちは。阿蘇市食生活改善推進員協議会一宮支部です。はい、今日作るメニューは何ですか？鶏肉と大根のコーラ煮です。それに、じゃこ菜飯です。はい、よろしくお願いします。鶏肉と大根のコーラ煮、5人前の材料です。鶏手羽元10本、赤唐辛子1本、コーラ 500ml、 濃い口醤油大さじ3、にんにく1かけ、生姜の皮適量、白ネギ 50g、 大根 500g です。じゃこ菜飯5人前の材料です。ご飯5杯分、大根葉 100g、 ちりめんじゃこ 25g、 ごま油大さじ1、薄口醤油大さじ1、酒大さじ1、いりごま大さじ1です。今日は、はい、大根と鶏肉のコーラ煮から始めたいと思います。はい、大根は煮込むのに時間がかかりますので、コトコトと長く炊きたいと思います。はい、まずはじめに、大根の皮を剥きます。はい、1センチぐらいの輪切りにします。はい、でこんな感じで切ってしまったらお鍋に全部入れます。はい、でこれは飲み残しのコーラを使ってもいいし、はい、何ですか、ビールの気の抜けたのを使ってもいいです。気が抜けてても大丈夫ですね。はいはい、最後に高菜詰めると。これどれくらい煮るんですか？大根が柔らかくなるまで煮ます。はい、で途中で水が足りなくなった場合は少し水を差してやります。はい、では落とし蓋に、このペーパーをして、はい、そしてコトコトと炊きます。沸騰してきたらアクが出ますので、アクを取りながら、はい、柔らかくなるまで炊きます。はい、その間に飾りに使う、はい、白髪ネギを切っておきます。はい、はい、じゃあコーラ煮を作ってる間にじゃあ粉飯をお願いします。はい、それでは作ります。はい、大根でも株でもですね、根っこよりも葉っぱの方に栄養があるって言われてますからですね、これをうまく利用したらいいと思います。はい、じゃあ切った材料を炒めます。油が回ったらですね、じゃこを入れます。はい、大根葉も入れます。はい、全体に油が回ってしんなりしたらですね、薄口醤油も、はい、とお酒です。はい、青菜が炒まったらご飯に入れます。はい、上にごまをかけます。黒いアクが出ますので、何回か鍋を除いてアクを取りながら 2,30 分煮ると完成です。いただきます。大根の色が少しついたがいい時は、ほら濃い口醤油。
うん、だけちょっと入れて、大根もね、しっかり味がついて、うん、焼き付けると美味しい。うん、